ニコロンです。アイちゃんです。寺川です。ワイワイワイイエーイ。入ってんだもう。元気してた。今日は寺川くんにね、ゲストにお呼びしまして、ゲンアイミさんはちょっと今日はね、お休みということで。そうなんです。まあ、寺川くんに来てもらったということは、皆さん覚えてますでしょうか。爆炎ドラマ作りましたよね。いい。今日はそれのおうち編を撮りたいと思います。その学生ドラマが大好評だったりということもあったりとか、まあ、先日ね、ハニトを作るときに、まあ、久しぶりに寺川くんと三越先生が登場したりとか、ちょっとあったもんね。また会いたくなっちゃったんだよね。でもやめてよ。女の子しないでください、先生。ちょっと困るんで、まあ、ちゃんとドラマとして皆さんにもう一回お届けしようかということでございます。はい。だから前のようにですね、2人のドラマをもう一人がこうプロデュースするみたいな感じでやっていこうかなと思います。いい。まあ、お家っていうことでね、いろんなシチュエーションあるでしょ。まあ、そうだよね。もうだって卒業したし、俺。卒業式にだってみこいちゃんに告ってっからね。以降の話にはなってくれ。思い出にしてるのやめてください。嬉しかった。かわいかったな。行きますんで、もう。チーム Y! この問題わかる？これは、豊臣秀吉。ガンジーよ。こっちは？こっちは、これは、もしかして卑弥呼ですか？ガンジーよ。全然ダメね。そんなんじゃ東大入れないわよ。すみません。もう疲れちゃった。ちょっと肩揉んでくれる？肩ですか。勉強してるの疲れちゃって肩凝っちゃった。分かりました。で、もうマッサージはこうよ。優しい。いつもあんなに厳しいのに、手だけは優しいんだ、向井先生。もうマッサージも勉強も私がいないと何もできないんだから。チーム Y! お砂糖、お砂糖。うぃ、風邪ひいちゃうよ。ねえ、あっくん。ねえ、ねえ、ねえ、起きて。起きないなら、キスしちゃうよ。みこいちゃん、キスしてくれんの？寝たふり？ずるい、あっくん。もう、まだまだ。やめろって、やめろって。みこいちゃん。もう、お姉さん怒らせたな。もう、これでも食べてなさい。なんだよ。あめえや。
ニキビできてる。やだ。どうしよう。見られたくないな。仕方ない。マスクしてよ。ねなお、お風呂いいよ。次。うん。よかった。じゃあお風呂行こうかな。どうしてマスクしてるんですか？ああ、いや、あの、これはその、あのほら、乾燥とかさ、するじゃん。おお、ね、それで。あ、そしたら、あの、加湿器は確かこっちにあったよ。ああ、いいの、大丈夫。え？でも。それじゃあ、キスできないですよ。はい、ということでいかがでしたか？いやー、やっぱ家やからさ、距離感近いよな。そうだね、びっくりした。ちょっとキスしちゃうシーンも動くからね。やっぱ相変わらずこう、なんかこう自分の作品以外はピンとこないという。そうだね、そう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 、不安と疑心暗鬼みたいな感じ、うんうん、本当にこれ、しているのか、どんな気持ちになるんだろうっていう勝手なマーク浮かびながら演じてるもんね、うん、監督の時はもうすごい、いや、そうそうそう、これが最高性格の作品だと思うんだけど、ちょっとあの誰が一番良かったかっていうのね、コメント欄でぜひ。そうですね。え、前回誰やったっけ？分かんない。いや、分からん。私じゃないことは確かに。私も違ったと思うの。どうですかね。ぜひぜひ、お気に入りコントを。コメント。こっち、コメントを、コメントに。ああ、ごめんなさい。コメントにお気に入り。お気に入りのコントを。お待ちしてまーす。ということで、今回の動画もキュンキュンしたよと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。